私はスミレコ。ある時世界を牛耳ろうとしていた時に突如としてよくわからない場所に飛ばされてきた。そこはメガロポリスと呼ばれる世界らしく、そこで活動の幅を広めている謎の調査グループの一人、悟り隊長に自ら私の犯した罪を見破られていた。拘束され自由も与えられない私であったが、処分の代わりに私を悟り隊長たちの任務を遂行することとなったのだ。そこで私は悟り隊長に命じられた調査とやらをしなければならないのだ。これも全て罪滅ぼしのためだ。悪さをした手前、このまま許して返すこともないが、せめて罪を償うしかないのだ。逃げ場などもないのよ。そこで調査のためエプシロンゲートやラクシーワールドと呼ばれる、よくわからない大きな穴の向こう側に広がる世界を調査することになった。前回はアストロロードと呼ばれるいかにもカンフー映画っぽい感じの世界観にとても驚いた。さらにそこに住まう山わらわという妖怪にビジネスをぶつけられつつも、私は立派なお城の中に潜入調査。中はごっくりなからくり屋敷だが、難なく怪我をせずに突破できた。そこに住まう城の主さんにやはりミッションラウンドが取り付いていたわ。これからも私は怪しげな悪を打ち勝つしかないのかもね。ふむ、君は目の付けどころが良すぎるであろう。それでこそ我々の活躍の範囲を大きく広げられるぞ。君はただの悪人に過ぎないと思っていたが、今思い返せばそれなりの努力をしているであろう。少しは認めよう。だが我々の調査をそのまま続けることだ。逃げようなどと考えるなよ。そんなの言われなくたってわかってます。して次はどこで事件とやらが起きているのかわかります。なんだか今日はどこかそれらしいところに行ってみたいかも。なんです、随分とらしくなってきているな。だが、そこまで楽しいものであると考えてはならない。ミッションラウンドによって、何を引き起こすのかわからない。運悪く、例えば君に取り付くとしたら、我々も手を焼くことになる。迅速でかつ素早くミッションラウンドを駆除するのが賢明だ。イプシロンゲートギャラクシーワールドを超えるほど、君は徐々に次元を超える際に君の体に感知するものが反応する。それによって、君の容易というものはまさに厄介だ。だが、悪用されないようにこちらで手を加えているので、それを自在に使用できないのだ。アストロシティ、アストロロードと様々な次元のチャンネルで調査を行っているが、どうやらアストロ区間にはより多くのミッションラウンドによる被害が多いようだ。我々も、かつてはメガロポリスを集中的に狙われそうになったこともある。人に取り付くなど、馬鹿げたことであるがな。君は神話を信じているか？次に君に調査を行ってもらう次元は君のいた次元にもあるとされるものと同じものらしい。その次元にも事件が起きていないかを確認してもらおう。逃げるなよ。それだけは何度も確認する。なんだかよくわからないけどさ、そのミッションラウンドっていうのは結構厄介な存在となっているんだよね。まあ私の能力で取り除けばそれでいいんだけど、もしそれでミッションラウンドが私に取り付いてきたらどうしようもないというか、その時は処分するしかないな。さすがにそれはないですよ。そうだ、これを持っていけ。メガロポリスで作られている普通の水だ。とはいえ君のいた次元の水とは全く同じだが、飲むことでそれなりのエネルギーを補強できる。特に次の次元はそれがないと君も大変であろう。では、健闘を祈るとしよう。なるほど、水が必要ですか。まあ、私もしばらく調査続きだし、よくよく考えてみたら、何も食べてないじゃないですか。でもここに来て、食べなくても平然にいられるのはちょっとどうなんかなと思います。我々の次元の技術では一粒サイズくらいのカプセル式なものが食事となるのである。食べ物、などは一部のセレブな人間のみが食べれるものだ。しかし、そんなものばかり食べていたらでは偏ってしまう。それを解決するためにも食事の文化を一つに凝縮したのがこれなのだ。デザートといえば砂漠って言うんでしょ。だから隊長は私に水をくれたんか。にしちゃ砂漠は別の世界にもあるっていうのかね。私のいた世界だと世界のどこかでヤバいワームみたいなモンスターがユーマとして有名だけど、にしちゃ殺風景だし、これだけじゃ普通の砂漠として変わり映えがないわ。ま、せっかくだし取っておくか。砂漠か、行ってみたい。俺の家に小さな砂漠ならあるぞ。あら、見てるだけで蒸し暑そう。君の写真だけ特別じゃね。おいしぐらいあるだろ。なかったら死ぬぞ。挑戦的だ、応援してるよ。でも何もないってことないでしょう。きっとこの砂漠一帯のどこかに大きな国とかあったりして。まあ、砂漠というと、巨大なピラミッドやオアシスなんてものを想像するわ。まあ、実際砂漠で取り残されると昼は暑いし、夜は冷え込むしで、いいことないんだけどや。とまあ、徒歩で歩くとなるとバカみたいに時間がかかるし、飛んで行くのが経済的ね。どこかに人とか住んでいればいいのだけど。何かしら、面白そう。砂漠のど真ん中に何やら怪しげなのが発見。誰が何のために置いたのかわからないけど、ここに置いている時点でもこの世界に隠された秘密が埋まってるんじゃないかなと私は推測しております。そっか、こんなところにこんなものがあるということは、もしかして近くに人間が住んでいることを示しているんだと。適当に設置したのだと、ローマンも何もないのだけど、ここに設置す
することによってあたかも何か意味深なものと化しているわけか。私の目をもう騙せないわよ。侵入者見て、そこで何をしている。怪しいな、怪しいな、これは怪しいな、怪しげな侵入者だな。ここはなんだ、あらあ、鏡の化け物だ、やばい。何か意味深なものとか思ってたけど、全然違ってた。朝っぱらからなんだか騒がしいな。よくも起こしてくれたな、マジで怒る。ティモンはよくも悪くも一人で酒なベイベーをして飲み明かしたバンカリンだ。だが、お前のせいで目が覚めちゃったよ。新作ゲームも出たことだし、早速お前と遊ぼう。ごめんなさい。まさか砂漠のど真ん中にこんなのがあるだなんて、なんか、すいません。次から気をつけます。あ？それで許してもらえるとでも思ってんのか、小娘よ。大体、砂漠のど真ん中に埋まってでもそこはスルーするのが現代人の特徴だろうか。なーに昔の人間みてえに好奇心で引っ張ってくれとんねん。大きな家具を掘り起こすつもりだったがいな。まったく、どうしてくれんだ。これは慰謝料を請求すっかなぁ。慰謝料？当然だ。ぐっすり気持ちよく寝ていたところを妨害していたからな。許さんからな。大体さ、寝ているもんも起こすなんてちょいちょいからしてみればわかるやろ。そんなもんわからんのか。お前、起こしていいものとならないものの見分けぐらいつけないと、世の中渡っていけんぞ。まあ、俺ならこれぐらいはまだ可愛いもんだか。こんなんでヘラヘラしていたら、お前も将来にかかってくっから。待てや、お前、逃げようとか思ってんじゃないよな。それはマジで許さんぞ。下町も許さんより許さんぞ。そのネタ、前回の動画でもなかった？うるさい。コマケーコスター、どうだっていいんだよ。さく、お前を駆逐してやるりょりょりゃ。きたー。なんだかよくわからないけど、ここに来てから早速大ピンチじゃない？ほらー、待てや、逃げるな。お前が逃げるから当たるもんも当たらないだろう。止まれ、止まれ、止まれ、止まれってんだろうか。止まったところでやる気じゃないのも？誰か助けてー。そうだ、隊長がいるじゃない？隊長、助けてください。やった、色違いのオムナイトゲットだぜ。あいつ、こん時に限ってのんきにゲームしてやがる。後でしばくぞ。止まれ、待てや、よくも起こしてくれたな。許さないからな。絶対に、お前を駆逐しなとならないんだー。なんだー、これくらいでビビってんのか。だがこれくらいでお前をビビらせるのも虫の息だ。二行でお前を地獄に葬り去ってやるー。え、倒された？なんで？ホムラス様の言いつけを無視する邪悪な鏡。それはこの次元に住まう人間の邪悪な考えが邪悪な魔獣や妖怪を生み出す。それをホムラス様はよく思っておられない。あなたは？はじめまして。私は、イズナマルネグム、と言います。イズナマルネグム？え？違います。ところでさ、さっきのは何なのよ。砂漠のど真ん中にその場にふさわしくないものが置いてあるからビビったわ。さっきも言った通り、この次元では人々はホムラス様を信仰しています。ホムラス様が天地を築き、人々を襲った災厄を消し去り、作ったとされる伝説があります。それからホムラス様は全てを見通す目を持っているのです。ホムラス様に逆らう者はホムラス様を侮蔑するのと同じ。さっきの邪悪な鏡もそんな哀れなモンスターに過ぎないのです。ところであなたはこの国のものではなさそう。私も遠い国からわざわざ飛んできた天狗のものですが、ホムラス様を信仰するにこの国はとてもローマンのある場所と評できますよ。ホムラス様、私のいた世界にそんな名前の神話の神っていたかな。まあ、ここは別世界ってこともあるし、違う歴史なのかもしれないわね。ねえ、そのホムラス様っていう神様は悪いものを葬り去ったりしたんでしょ。でも人々はどうして横暇な考えを持ったりしているの？ホムラス様を信仰しているんでしょ。最初は人々はホムラス様を崇めていた。しかし、いつの日か、信仰心は薄れホムラス様はやがて人々の記憶に消えそうになっているのです。でもホムラス様の存在を彼らから抹殺させないように私たちで、宗教団体を築いています。そんな素晴らしいホムラス様を信仰しませんか？